恋人よ恋人は旅立つ。お前たち、はい、お前たち、はい、お前たちのどちらかが本命でどちらかがキープだからな。私よ、のすけ、お前はどうせキープだよ。いや、なることないし、なることないよ。いや、順が良かったな、マジであれ。美しかったわ。そこに愛あったもんな、だってあれは。あったね、あれそこに愛はあるんや。愛するかしら、陣営が。いきますか、次の試合。はい、はい、お願いします。お願いします。飛び出せ、はい、よろしくお願いします。おここに愛はあるんか。はい、あ、いやー、100点くるしか。あ、ロン毛のロン毛の女性いますよ、ロン毛の女。いや、マジ今インフォサードないことをこれほど恨んだことねえな。本命あげるね。ナイスー、ナイスー、ナイスー。瞬速が、2がどこだ。2ここか。これ4だ。これ2か。2が一番多いだろ。持ってないよ。何何だ。あら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 。変な感じ。もらったんだ。よかったね。うん、ね、羨ましいな。なんなんなん。羨ましいね、本当に。愛が欲しいよ、本当に。愛は一体どこにあるんだ。恋人よ、恋人は旅立つ。あ、二人死んでる。東へと二人死んでるよ。二人死んどる死んどる。向かう列車で、どこで死んでんだろう。来るだよ。どこ？フジヤン。来るだよ。フジヤン、フジヤン。え、ちょっと待って。あ、え？違うわこれは。15秒前にはもうフジヤンは死んでいました。死んでた。え？そうなの？じゃない。のすけさんじゃない。15秒。さあ、のすけ。俺あのバイタル見てたんやけど、うん、同時に死んだよ。10秒ぐらい前かな。うん。多分その後あの時間クロステラ像が見てるんだけど、死んでた。うん。同時に死んだ。あ、場所とかは全く行ってないけど、場所が知りたいです。あのアーカイブの下で光ったから、多分シャワーのバスケットあたりかな。おお、で多分よっちゃんは通ってると思うんだけど。通った。3人ぐらいおったね、そこ。おにきがダウンロードをやっていて、アーカイブの中で、うん、私は覚え芸を入れにシャワーの覚え芸の方までぶつくさ言いながら走ってたから、誰がいたかまで覚えてないけど、富士宮は絶対見てるかな。うん、じゃあ3人いたやつ出てきてください。はい、sure. あ、そこの3人、アーカイブ下の3人ですか。うん、おっていうか、カキさん10秒前ぐらいにバイタル見たって言った。多分無理じゃない。だって俺エンジン見てるよ、カメラ。あのライトのスケサクヤのドタバタ珍道中の後ろに途中から合流したんだけど。あ、じゃあ15秒、じゃあ15秒に訂正しとくわ。じゃあ、ガイキさん、ほんまに見ますね。あ、でも影丸くんがとりあえず見てるのは正しくて、カメラ光ってて、でライト視点はのすけさんもほぼ無理で、サックもちょっと素敵に厳しいかなって感じしてますね。シン様が最後貨物のね、停電みたいなとこ行ったのも見えてる。もう終わってるわ。うん、なんだけど、あのバイタルにはいたんだけど、このチェックするときに、その前に横川さんが覚え芸から出てって、シャワー方面に向かうのを見てて、その後中に入ってるような形。だからね、ピカクロステラゾーンさんと貨物であったよね。そうそう、だからね、ピカクロステラゾーンもね、多分ね、スキル届かないと思う。うんうん、マネしてもピカさんは無理。あれ、これカキさんってその、うん、構えボタン押そう。オッケー、もう一回ボタン押そう。はい、オッケー。うん、カキさんかな。今日も入っ、どうなんだろう。でもね、割とカキさんの言ってることってバイタル情報的にも間違ってはないような感覚あるから、なんか合ってそうな気もするんだが。そろそろ誰かと一緒にいたいな。人
肌恋しくなる時点ですよ。ライトさんも怪しい。ライトさんも怪しい。分かって。分かってね。ライト君はできないよ。うん、ライト君はできない。いや、よっちゃんって無理なんですか、竹雄さん。いや、無理じゃない。撮ってる、現場を撮ってるんだよ。ただ、かなり前に撮っていて、でも15秒前には死んでたんだよね。うん。その、カクさんってバイタル見たって言ったじゃないですか。はいはい。多分それって、寺蔵さんとかピカクロスさんがバイタルから去った後かな、時系列的に。どっちだろう。で、合ってるよね。カクさんって最終どこなの。カキさんって最終どこなの？最終エンジンだと思う。うん、バイタル見てからエンジンまで行ったと。ああ、じゃあ俺より先なんじゃない？あれ、うん、あのさ、ピカさんさ、俺たちがバイタル見てるときさ、誰かがエレキに行って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 言ったような気がするんだけど、それがカキさんだったんじゃない？いや、どうだろう。もしかしたらそうかもしんない。ただエレキの中でそれ視認されてるかどうかかな。うん、確かハタソクさんとかいたから、ハタソクさんがカキさん見てるんだったら。はいはいはい、エンジンメインエレキっていう方向から来てるんですけど、カキさんは見てなくて、僕がエレキに降りた時に寺蔵さんとピカさんがいて、ピカさんと4番、うんうん、1番ぐらいですれ違った記憶があるんで、うん、じゃあ畑さん目線、カキさんもおかしいじゃん。うん、すれ違ってないじゃん。俺のカメラの情報的に多分カキさん間違いなくメイン側から来てるから。いや、もしかしたら畑さんが忍者で見えなかった。消えてるのは畑さんの姿でもいいと思う。カキさんの精霊大丈夫。怪しいな。怪しいやね。畑さんそこ対抗。カキさんの精霊が消えていってるけど大丈夫か。カキさんの精霊はもう本当に。ああ、ちょっと今のまあまあまあじゃないんだよ。まあまあ。これは入れていいじゃん。これは入れていいじゃん。エコースが出ないから。これね、絶対クルーじゃないでしょ。違います、違います、僕じゃない。あらららら、ら。合ってんだろうな。あ、かっすい。これすぐ。タイムもね、ボタン。入った。あ？ん？ん？あ、俺たちょっと一緒に行こう。いいよ。よっちゃんが宿舎にいるのよ。あら。よっちゃん俺疑ってるからさ。カットもらって。そうだね。うわ、押すんだ。ナイス。ナイス。カキさんとさっき同じ場所でボタンが鳴ってたんだけど、うん、あの死んだ時に冤罪なのにって言いながら死んでってたから、おお、冤罪やろ。いや、それはどっちかというとカキヨツは繋がってると思うから、よっちゃんはそれは嘘だと思う。やば。あっ、あー、そうなるぞ。まあ、よっちゃんね、情報出す遅かったしね、ちょっとね、チューの、うん、まあ、確かに確かに。いや、ごめん、私現場を、うん、みんな知ってると思うけど、私は覚え芸の覚えたのをぶつくさ言いながらシャワーの覚え芸に入っちゃったから、そのタオルタス近辺で誰とすれ違ったか曖昧なのはそのせい。なんか反対要素と、そう、どちら、そう、どちらにせよ現場要素で疑われてるのは事実だから、うん、そこがないところだと、うんうん、反対要素の、ごめん、スキップしちゃった。だったら鬼木の経路も聞きたいかな。私自身は鬼木もそこの近くにいたわけだから、うん、貨物脇ラウンジアーカイブでアーカイブでタスク捨てて、それをカメラで見られている。で、停電起こってる最中に下の方に行ったらなぜか光ったからレポートした。はい、あ、おにぎりレポートだったんか、うん、そうそうそう。誰の死体があったんだっけ。藤宮、藤宮だったんだ。ほーん、なるほど。ニャミちゃんって死にされてるんだっけ、さっきのキルされた時って。No、 いい、見てない。なんかさ、ドラマだっけな。ここまではなかったけど。左側はいなかったですよ。あんま見てないですけどね。キッチンとか、僕宿舎まで行ってますけど。じゃあ私はダウンロードしてるおにぎを通り抜けてキルしてっていう流れってこと？影丸とかが思ってるのは。うん。それ15秒前じゃないと思うよ。そもそもじゃあ何秒前だろう。かなり前じゃなかった。だっておにぎがダウンロードしてる時だよ。あ、待って待って、かなり前じゃない。っていうことはよっちゃんはあのシャワーの弁当ら辺にいたわけだから、メインからの侵入しかないから、うん、やっぱカキさんでいいってことになんない、よっちゃんして。
あ確かにね、うん、私その後結構移動できてるんだけどな、うん、そんなに時間はなかったと思うけど。いや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 、いやなんかどうあがいてもよっちゃんがね最後柿さんをかばったのだけがおかしくなっちゃってんだよなこれ。なんかね、まあワンチャンあるとしたら畑迫さんあたりなんだよなと思うが。コミュサボ直すよっと、直すよ、えっ、ナイス、イエーイ、ナイス、ありがとう。わあ、いいボタン。ああ、俺も。おいおいおい。あらららら。おいおいおい。慎太郎さん見てますね。停電とかなる前に、多分アーカイブ脇で、停電？ラウ。停電？あ、停電？コミュコミュ。ナイト君ちょっと一発だからわからんねんもんね。ごめんね。あ、ごめん。あれ？停電じゃなかったの？やりました。分かったけど。やっちゃった？まあまあまあいいよ。コミュコミュがなってるけど。あ、でも僕あれナイスゲスターなんで、ナイスゲスターなんで言っときますね。うっそ。大嘘やな。じゃあ間違えた。ごめんなさい。本当に間違えた。本当に。で、コミュサボとかなる前に、はい。なる前に、ラウンジの、僕貨物脇でラウンジに入ってアーカイブに入るところで慎太郎さんとすれ違って貨物の方に行ってます。で、アーカイブで僕そのまたシャワーのタスク、ロミジュリやろうと思ってすぐ下に行ったんですけど、その時によっちゃんがアーカイブ上の方に入ってくるのを確認しました。もしベントでよっちゃんとかが移動できて切るとかもあるかなとか思ってます。あと右側に誰かいる人がいれば、アーカイブ左開けて最後ダウンロードタスクで終わってます。テラドーさんがいたかな、扉の向こうに。他に誰かいなかった、そこ。はい、だよね、畑迫もアーカイブいたよね。テラドーさんの声も聞こえました。なんでそれを四つ葉から出さないの？私会ってないよ。恋人かお前ら。やば。嘘つけ。アーカイブの扉のところで二人引っかかってて、畑迫がそこから離れたから俺怖っと思ってリミーティングに行ってボタンだもん。え、そんなに見えたの？寺蔵さん。見えた見えた。私は一人で扉開けてダウンロードしてるけどな。僕はなんだっけ、アーカイブの本入れタスクやってシャワーメインエンジンコミューって言ってコミューで最後直してるのもいけますよ。どこから来ました？寺蔵さんの声聞こえたのはコミサボ入る前のタイミングなの、畑迫。そうそうそう、うん、私は寺蔵さんの姿が見えてるよ、扉越しにね。俺はリフト左から右行って、アーカイブの扉のところに2人いたっていう状況です。あと昨夜竹陽です。そうね、貨物昨夜竹陽でいて、昨夜さんはできない。で、僕はまあ停電の盤のあたりとか配線で行ってるから一応できる位置だけど、うん、めっちゃ入るやん。うん、しょうがないな。まあね、2連続やからちょっとしょうがないね。ない、何が起きてんだろうな。これででもサコちゃんも落ちるかもしれない。ボタン押しに行こう。暗かった暗かった。ボタン押しに行くわよ。どこだ。死んでるんじゃない、畑迫さんって。おい、お前たち、はい、お前たち、はい、どうしたんだ。むしろ推奨される。どうしたんですか、はい、お前たちのどちらかが本命でどちらかがキープだからな。私よ。怖っ。一発つ。争え、あっちょっと。おお、ハトサコさん来てるんだ。あれ、あれ、竹陽死んだ。何これこれ、待って、ノスケピカクロス、テラゾウ、サクヤは絶対無理。コミサボの4人そこにおる。ノスケピカクロス、ハゲマル、サクヤ、お前で、ライトさんが6色持ち。じゃあ、ハタサコさんしかいないじゃん、もう。ライトはメインホール。本当にナイスゲスター使用してますよ。ノスケピカクロス、サクヤ、テラゾウ、ハゲマル、影丸はいない。影丸は浮いてます。影丸浮いてますけど、僕結構柿さんもよっちゃんも押してます、釣り。うん、そうね、僕も柿さんと対抗だったし、ね、まあでもいや、そうなんだよ。俺畑迫白だと思ってたんだけど、単純に整理でも整理するとライトさんのゲスターを信じる限りだと、本当影丸は畑迫しかないから、ココローラーでいけるんちゃう。うん、いやでも悪女がいる可能性があるから。そうだよ、悪女がいるからダメだよ。あ、そう、でもまあインポスターが使用してないじゃないですか。基本はローラーでいいんだけど、悪女の存在をどう見るかかな。まあ基本いる選定でいいと思うな。うん、うん、と思いますね。うん、うん、僕も思います。
インポスターに悪事を切ってもらうしかない。頑張れ。タスクあとここです。俺もつら、つらない進行ですかこれは。でもつらないつらない、つらない、つらない。もし今まで釣った2人がどっちもインポスター陣営なんだとしたら、もうそうそうそう、あの終わっちゃうからゲームが。うん、あそっかそっか、白状勝ちになっちゃう。そうやね、うん、このままだと。そうなに、一応まああのなんだろう、もし2人を生きてるんだとしたらやばいけどね。不死身や闇とかで確かに落ちっぽい感じの空気は確かになくはなかったけど、そしたらキープ出てくるかなって感じもあるので。そうですね、うん、てかあのカキさんが言い出してるんで多分ないと思う。いやなんかね、俺ね、でもね、あまあまあそうよね、カキ四つ派はたさこなのかな。あとてかなんかよっちゃんがあそこでかばって結局インポスター目で釣られてる今、柿四つ葉のダブルキルとかもあると思うから。あのね、でもね、俺ね一個引っかかってるのが、柿さんがその初手で悪女が落ちてるっていう、なんか同時に死んだっていう証言してたよ。あれクルーってそんなに、うん、ちゃう、インポスターってそんなに利がないから、柿さん悪女なんかなとか一瞬思ったぐらいやけど。あまあインポスターみんなハート見えてるな、のすけ。うん、なんてそれ、いやないな、のすけハート見えてるの。今めっちゃハート臭いよ。見えるわけないだろ。のすけ？何ハートって何？のすけ釣ってみようぜ、のすけ。ハートって何？のすけ釣ろうぜ。は初めて聞いた。ハート初めて聞いたってなんだよ。ハート。ツイッターやったことねえのお前。ファブがあるだろ、ファブが。ほんまにちょっとさ、ちょっと悪女いないんじゃない？でものすけお前はどうせキープだよ。いやなことないし、なことないよ。絶対キープだよ、お前は。なことない、決まったら俺がキープ。絶対キープだよ、お前は。そんなメガネを本命にするやつはいない。見てこの可愛いメガネ。丸メガネが似合う人が好きって言ってたもん。絶対キープだから、のすけ。のすけ、ごめー。おーおい、畑さこ無視するな。びっくりした。ライト君はまあ死ぬわな。正規で死んでます。正規で死んでます。ただ畑さこは誰かとすれ違った。僕キッチン席方向から来てますけど、誰ともすれ違ってないから、エレキから侵入してになるかな。畑さこじゃねえか。まあノスピカサクヤはまあキルはできない、まあ、キルはできない、なかった、うん、ノスピカサクヤは無理。一応言っとくと、一応言っとくと、診察エレキセキュってきて、エレキとセキュの間で見つけたんだけど、ハタサコがそれをスルーしてエレキに行こうとしたように見えちゃった俺は。レポートが間に合わなかったんです、急に出て。だからちょっと歩いちゃったけど、レポートしようとはしてました。僕の視点は、まあ、これはクルーがスキップでよくて、まあでもこれはスキップだな、うん、そうやね、もうタスクをやるしかないね。あのバグジョスキップ頼む。ノスケはどうせキープだよ。いやー、まあ、でもどちらにしろね、そこが本命されてたね。どちらにしろノスケは何らかの恋陣営であることは間違いないわ。いや違います、僕たちキルはできないけど恋はできるから。ノスケ、うん、絶対ハートついてる。いや恋人じゃない、めちゃくちゃ知りたくない動きしてるもん。ハートって何。いずれにしてもだから、うん、殺せないから。これハタサコが本命されてたらやばいけど、ね、結局まあタスクできるか。そんなわけない。ハタサコも恋、ハタサコも恋と陣営は。そんなわけないじゃない。カケピだけ残して他全部殺すみたいなことないよ。こふふは。次で恋人切られなかったらやばいんじゃない。でも、うん、そうだね、その次に恋人切られて2人死んで3人の状態になるよね。いやだからハタサコさんインポスターだったらラストチャンスだね。次やな、うん、結局3キルしなきゃいけないの。まあタスク終わらせます。わかんねえ。タスクしよう、タスクしよう。何の1票これ。うん、私じゃないのに。おったな。おなんか見えたぞ。したどうしてそんなところに行くんですか。やだ怖い。キープだから、ピカさん。よしよしよし。まずね、討伐を
サックン戻ってダメ。サックンマジで戻ってダメ。マジでマジで戻ってダメ。サックンマジで戻ってダメ。マジでダメ。もう一回待って。サックンもうちょっと待って。ああもうダメだ。ごめんテラドさん。聞いてもらった。ノスケが気づいてしまった。遊んでやったの俺のことは。絶対本命通る。ビールがたからね。おいこいつ助かってねえぞ。こいつ助かってねえ。はいじゃあありがとうございます。助ける助ける。私ですら助かってたんだけどな。くそー。頑張りました。優勝じゃん。ナイスナイス。何も嬉しくないこの勝利。絶対本命。恥ずかしい。もうほんま恥ずかしかったよ。本当に。もう見てられんかった。絶対本命やと思った。声で隠れてた俺。で、バイタル見たら、ゾンビのクロスが死んでて絶望したマジで。途中で途中でノスケピカクロスを呼び出して、お前たちのどちらかが恋人でキープだからな、争えって。そうそうそう。そんなこと言うの。ノスケさん、そうノスケと言い争いしようと思ったらコミソも入って言い争いもできないっていう。